皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフではトーナメントプロならではのスコアメイクに特化した実践的なラウンド動画を中心に様々なゴルフ動画をアップしてまいりますので、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは今回も始めましょう。ダグダグなんかダグトリオみたいな。うわ、どうしたらいいんやこれ。左のバンカーの先端で230。あ、はいはい。これは精度必要やな。右ちょっと広く使いましょうか。うん、右広く使うために20でいきます。左はまあずっと狭いんで、右を広くするしかコースを広く使う方法ないんで、次も赤くいがあるんで残ってくれないと厳しいかなと。えい、抜いちゃうなやっぱり。いやでもあれはもうオッケーやな。あーラフなんかまあパッと見皆さんいいショットに見えるんですけど、僕の中でちょっと最後抜いちゃったというか、ちょっとやっぱ左を警戒してるスイングになっちゃいましたね。ここも左嫌なんで、ちょっとティーグラウンドの左目によって。なるほど。このティーで左を消す感じでティーアップします。うんで、キーとのチームプレーですね。そう、刺身と同じコース。そうやな、そっからドローしたら最高やな。我慢よ。 OK。 ありがとうございます。わあ、ナイス。ありがとうございます。ドローホールやな、ここ。さっきのドローホールそんなへドロー打ちにくくなかったんですけどね。そうやな、やっぱ打ちやすく打っちゃった。ここはでも僕はちょっとめっちゃ難しいですね。カート道の左ちょっと落ちたぐらいやったら多分助かるのは助かると思うんですけど、刺身、うん、がここ打てた時ってやっぱヘラ出るショットになるよね、うんうん、このそうやな、シチュエーション的にロケーションは良くなりますね。僕の技術不足でもあるんですけど、でも意地になって捕まえたらちょっと、いやそうやね、厳しいライン飛んでくから。ヒヤヒヤしたくないからね。そう、まあ、しかも、まあ、コース分かってたらねこう、うん、いける部分もあるかもしれないですけど、今日は探り探りなんでちょっとずつブレてっていうゴルフになるのは仕方ないと思うんで、うん、もうこれをもう自分から受け止めて、ここからまあどうセカンド以降対策していくかっていうのもまた皆さん見てもらったらいいんちゃうかなと、うん、まあ、視聴者の人も初めて行ったとこやと、まあ、見えるとこに打つっていうのは結構大事ですね。うんうんうん、やっぱ不安があってショットするとあんまりショット出ないです。出ないね。まぐれで思いっきり行って出ることはあるけど、うんうん、それを毎回やれと言われると難しいから。うん、やっぱ18ホールあって、まあ、あんまりそういうのは続けたくない。そうですね。まあ、いかにこう練習場ってこう皆さんも行ってはると思うんですけど、ノンプレッシャーじゃないですか、うんうん、あのもちろんここ行ったらあかんって思いながら打ってはるかもしれないですけど、うん、最悪曲がってもいいし、そうそう、まあ、そういうこうちょっと楽なところに近づけるというか、まあ、練習場にできるだけ近づけるっていうのが、まあ、マネジメントの醍醐味であるんちゃうかなと思いますね。だから極力コースをこう広く広く使ってあげた方がいい。風がね、ちょっと分からへんな。今は上げてますね。ラフもフライヤーしなさそうなんで、5番アイアンでいきます。うん、いいやけど。うん、よいしょ。いいとこに上がってると思います。すいません。まあまあ、ちょっと右目ですけど。距離は多分ちょうどか、まあ、ちょっと上げてたんでちょっと弱いぐらいなんで、まあ、グリーンはキャッチできてるかなっていう感じで、まあ、200ヤードぐらいになったらもう乗ったら万歳って感じで皆さんも考えてた方がいいと思います。クラもそんなピン狙う距離じゃないんでね。あ、何やろ。170、7番やんで。ピンがグリーンのちょっと左目なんで、うん、今もう真ん中に打ちます。こんにちは。これいいよ。はい。ナイスバディ。ナイスバディ。
乗る。なんか俺が打ったポジション良かったけど、行ってみたらちょっと攻めすぎやね。立ち見のぐらいの距離200残してでも、それぐらいに240かなり左も赤かった。厳しいゾーンまで飛ばしすぎてるね。あセカンド距離残るわ。ここはしゃあないね。でもそれはしゃあない。どっち取るかやね。調子よく振ったらいいかもしれないんで、ちょっと右やってるけど、あ乗ってる。これ、あ僕あれ乗ってる。こっち乗ってるみたいな。乗ってるお返事でここカットされてる。芝刈られてる。グリーンになってる。ナイス。あかん。だって登り登すだ。ここまっすぐ行ったな。ちょっとライン読めてない。よいしょ、いけるぞ。出る。ナイス。完璧。なんでこんな厳しいパーなの。あ、待っとった。なんだろ、バージチャンスだよ。よーし、ナイス。やるぞ。よしよしよし、ナイスパー。ナイス。ちょっとピンが傾いてたんで抜きました。今のパーええな。パーいいね。あの距離、この前、ほんまにあの距離に泣かされたからな、ほんま。でもあの距離ってほんま、一番嫌や。一番な、気使う、まあなんか、視聴者さんも多分、もう入ると思って見てるし。あ、そうそう。かといってこうね、ちょっとラインを見違えただけでこう、外れる可能性もあるし、で、まあ緩んだら、そもそもね、外れるし。かといって打ちたくないし、みたいな。そうそう。アマチュアの方も多分こう外れたらこうグワーッとなるかもしれないですけど、正直まあプロでも外すことないことはないんで、まあ、ほぼ入りますけど、入るけど、まあ、外ることもあるんで、なんかあんまこうね、外れてガーッとならん方が、なんか外れた原因をそれより探ってあげた方がいいかもしれないですね。どうしよう。これは518やろ。広い言うてもこれ汚いなこれ。広いけどここのゴルフ場にしたら広いぐらいやろ。あ、そうやな。久々にこんな普通の風ない日にこんな抑えようとするロケーションが来ました。ドライバーで上のスピンザーを狙いに行きたいところですね。かもしんないですけど、はい、行っちゃうときますね。はい、やばし。ちょっとやばい、これは。右広いけど、右見えへんしな。そう。でも、パートの位置の右広いって、左さんおっしゃってました。スプーンで。あ、大丈夫。オッケー。おお、耐えた。耐えた。今日はあれで行こう。いいな。やばいな、ここ OB やったらマジで。頼むから止まっといてくれ。これよ、これがやりたかった。最悪ボギー狙えるな、これ。はい、よし。これよ、これがやりたかったん。ほんまは三鉄で打ちたかった。いや、打ちたい。打ちたかったんけど、はい、三鉄で打っても狭いんよ。そうやな。見た目がもう。そう。三鉄で絶対セーフなんやったら三鉄で打つんやけど、
三鉄で打ったとしても狭いから、それやったらスプーンで2オンの可能性を残して、まあ、そうやな、勝負する。確かに約220ぐらいで、うん、まあ、セカンド勝負でもいいんですけど、2オンできる距離なんで、そうやな。なんか、ね、今見た感じ、ちょっと右やっぱ広いな、ジャニーさんのおっしゃるの。下も広いです。あ、これ、あ、見て。どういうことか。めちゃくちゃ広いやん。これは広いけど、狭いところまで行っちゃうね。行っちゃうから240ぐらいだな。240ぐらいの距離で、いやもう右関係なく振りちぎったらまた、ね、ある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 、お願い、ある270フォロースプーンで打ちます。右に振ってもグリーン広そうなんで、ちょっと右プッシュでもいいかな。引っ掛けだ、おいや、あーす、あーす、行ったやろ、行ってないかあれを超える245やったからギリ行くと思うんやけど、乗ったっぽい。何ありました。あ、ありそうだ。ありましたけど傾斜行くっすフィッティングじゃなかった言ってた。せ余裕で言ってました。ボーボー、えぐい。クラブ入る隙間ゼロ。でもこれはパワーで行くしかないんで、パワーで行くしかないんで、9番であの黄色の杭らへんに最後落としたいんですけど、つま先上がりが広いんで、ちょっともうほんまに右の林向いて引っ掛ける感じで。いいでしょう。よいしょ。なんとか。なんとかなんとか。これはもう出たら大きいっすね。めちゃくちゃきつかったっすね、ラフ。もう逆にラフきついおかげで止まってくれてたかもしれないです。結構傾斜やばいんで、えぐいとこ止まったな、あのね。この世で一番左足上がりのとこや。145ヤード。145、9番で。ちょっと追い風来てるんですけど、左足上がりもあってあんまり強振できないんで、ピッチングやと相当厳しいんで、9番アイアンで。これはいいな、うん、いいですね。はい、完璧です。まだあぼ得したな、これは。それぴったりやったらもうほんまに OK レベルのラインの出方でしたね。いや、距離良さそうやったで、うん、なんか打った時分かるじゃないですか、うん、これは来てるなみたいな、うん、打ち上げの時大体外れるんですけど打ち上げの時大体あのこれ来たやろって見たら、あ、でかかったあ、あんないみたいな打ち上げはむずいやな。ただまあ入ってる時もありますけどね。うん、オンちゃん乗ったマジで。多分乗ってええとこやと思うんやけど。マジでスプーン、スプーン、もう全くボンちゃんのこと見えなかったからさ。あ、でかい、あ、でかでか、うお、ボンちゃんやば。ナイス、ありがとうございます。俺来たね、来た。いや、もうイージーやな。あ、僕ももうこれはバーディーチャンスやな。うん、持ってないけど、止まりました。聞こえなくても止まった俺の声や。そう簡単には行かせてくれないね。ねえ、落ちた、落ちちゃった、押し決まったぜ。この日です。はい、隊長頼んだ。隊長入れたいな。さっきの根性あればいける。パパ入れたいじゃダメやな。いやいや、
入れんねん。あーイーグルならんかった。すぐごまかすからほんまに。ほんまいっぱい。今のは悔しいな。ちょっとパーの自爆一通りやけどな。いやでもなんかあれやね、奥から僕最初登りやと思ってたけど、ボンちゃんの見て、うん、意外と下ってんのかなって思って見たらまあまあ下ってますね。あ、ほんまフラットぐらいやん。あ、まあもうフラットやけど、ちょっとだけ下りか。うん、まあほぼフラットやけど、うん、なんか、まあ、上りかと思った。むしろ上りあるんちゃうかな思ってたら、なかなかタフや。動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。あのハワイなんでどこだ